はい、お疲れ様でした。というわけで、皆さんご存知の通りジュビロ磐田対名古屋グランパスの試合0対2の敗戦という形で終わりました。もう気力もなく帰りの車の中で撮影しております。スタジアムの、最後ね、試合終わった後にこうスタジアムの中でこう横内監督の、インタビューをね、ダゾーンで見てたら、インタビュー終わった瞬間に自分が映ったのにはびっくりしました。それが今日のハイライトです。それぐらい何もなかった収穫がというような、ね、感じでありました。メンバーはもう前節通りというかの形で行って、前半は割とこう固く手堅い感じでしたかね。こちらのやりたいこともできていて、前半のそうだな35分以降とかだったと思うんですけど、だいぶこっちの時間作れるようになっていって、先制を早めに取りたいというか、こう相手に修正される前に、何か変えられる前にちょっと先制をして逃げ切りたいみたいな、ね、感じがあったんですが、点は奪えずというようなところでしたね。シュートは、ね、打っていたんですが、割とこうキーパー正面というか、だったような気がします。ゴール裏だったので、相変わらず、ね、旗の関係でちょっとあんま見えないみたいなね、そういう環境だったので、ちょっとまあ細かいところまでは見えてないんですけど、そんな印象で、惜しいシュートそんななかったかなっていう、決定機は作れたかというとそうでもないのかなみたいな、そんな感じもありつつも、ただ攻めの形はなんとなくできているし、永井選手にね、あんまり自由にさせてなかったし、フラストレーションも溜めさせられてたのかなみたいなねとこはありましたけど、この調子でいけば後半、修正されなければいけるんじゃないのって、ね、空気もあったんですが、後半開始早々にパトリック選手が入ったことによってターゲットが増えて、そこから危ないシーンめっちゃ作られるみたいな形でしたね。ジュビロはやっぱり裏取られるの非常に苦手な傾向に、いつもあるなっていう感じではあるので、そういった中でね、パトリック選手起点で抜け出されてだとか、そもそもパトリック選手には危ないところに持っていかれたりだとかっていうような感じになっていって、ちょっと流れが悪いという中で、綺麗にやられましたね。ヘディングシュートで、ね、後で見たんですけども、後でというか会場のあれか、モニターかなんかで見たんですけど、もう一人こう飛び込んでった後ろからもう一人出てくるみたいなね、自分たちの、ジュビロがやられるんじゃなければ非常に、気持ちのいいゴールだったのかなと思います。ジュビロ相手にやられたんで気持ちよくないです。で、1点取られてね、ただそこから跳ね返す力が、ね、どれだけあるかっていうのもやっぱ大事っすよね。逆転勝ちは今季何回かあったかな、鹿島戦とかも直近で言えばありましたけども、そこでこう気を落とすんじゃなくてね、前に向こうぜみたいな感じの、ではいたんですけども、時間がねどんどんなくなっていって、っていう感じでしたね。でリカルド・グラッサ選手がなんかこう僕らも分からなかったんですけど、なんで交代になったんだろうって感じでしたけども、なんかダゾーンで見るとあれですか、自分で変えてくれみたいな実証されてたんで、いたんだのかなんかなんですかね、ちょっと心配ですけどもというところもありまして、はい、という形でありました。ほんで、アディショナルタイム入って、山田選手が、ね、ゴール前まで、行って、ランゲラク選手に後ろからこう抱きかかえられるっていうね、ハートフルなシーンが、ゴール裏めっちゃブーイングしてましたけどね、ファウルだろうみたいな、ね、感じでしたけど、ファウル判定ではないというところのその次のプレーだったのかな。顔が真っ赤になってるわ、もうこれ完全に名古屋のやつだ、これも名古屋の色に染められてるアウェイの洗礼ですけど、そんな感じでした。はい、で、やられてしまうということで、何が起こったかね、分からなかったですけど、あれもプレー見たらちょっとこのマークの受け渡しというか、なんでそこ抜かれんねんみたいなね、感じの、でありまして、はい、ちょっと得失点差も大事だし、試合が、ね、終わる最後まで、諦めるわけにはいかないので、こちらとしても、気を落とさずに2点目決められたけどそこからね、こう声のボリュームを落とすとか、そういうのはちょっとダサいというかね、そんな、できないんで、こっちも気合い入れて応援しましたが、実らず、0対2と
いうような形でありました。はい、高い城がね今試合やってるんですよね、どうなるか分かりません。残留を掴んでいくためには、ターゲットになってる相手柏レイソルさん、湘南ベルマーレさん、この後どういう展開になっていくか試合がね分かりませんがまあどうなると諦めるわけいかないん で気になるのが、19位のね札幌さんも今日勝ってうちとの勝ち点差が3になってって形ですね。得失点差の差がまああるんで1試合じゃひっくり返らないかもぐらいのね、ところにはいますが、ちょっと佳境ですね。何かを変えていくしかないんでしょうけど、何かを変えるって言って勝ったのが柏戦で、それを継承して福岡戦も一応0対0だったって感じですが、今日の試合に関してはまあ前半守れてたけど後半に入ってパトリック選手入って慌てて攻められまくり、こちらのビルドアップをするにしてもこうなんていうのかな、こう組み立てがうまくできないというかねところもあったし、前半は最初の空中戦結構勝ってたのかなと思ったんですけど、後半入ってから、そんなに勝てなくなったし、前線でボールキープできなくなって、攻めの形が作れなくてっていうね、そんな、試合でありました。はい、いろいろ振り返ってるとそんな感じなんですけれども、非常に厳しいというような状況です。はい、もう長々とねずっと喋ってますけど、非常に厳しい、それしかない。まあただ、まあ、この後のね高市の結果どうなるか分かりませんが、まあ最後の最後まで自分たちのやれることやっていくしかないんでね、自分がもうこれなんかね毎回言ってるんですけど、自分がねこのなんか自分自身がやれることをやってそれでダメだったらしょうがないって諦めつくと思うんでっていう気持ちで毎年戦ってます。なんで今年もねなかなかヒリヒリさせてくれますけども、去年だって昇格できないだろっていう空気が漂ってる中で、まあ、厳しいね状況でも最後ひっくり返してくれたんでね、勝ちましょう、勝って残りましょう。あ、なんか泣きそうになってきちゃったはい、というわけでまとまってませんが以上です。もう僕は切り替えたので次週広島さん相手ですがね、どこが相手だろうが勝つしかないんで、広島さんにね負けるだろうみたいな雰囲気思われるかもしれないんですが、まあ、仮に100回やって1回しか勝てないんだとしたら、その100分の1をね、引き当てるだけです。勝てます。なので戦っていくようにしましょう。現場からは以上です。まあ、現場離れてますがお疲れ様でした。